カナダのトルドー首相、自由党は、7日の議会で、米国で開発中の F-35 ステルス戦闘機の信頼性に疑問を呈した。カナダは、F-35 の開発に参加し、次期戦闘機として65機を導入すると発表していた。しかし、トルドー首相は、まともに動かず、動くという段階には、程遠い航空機 F-35 に固執したと、過去の保守党政権の方針を批判した。